今日はキッチョンさん、香港のですね、アトリエの方のところに荷物を取りに行きます。今日のメガネはこちら、まあするもんじゃないんであれなんですけど、最初に紹介します。こういう感じで吊り下げといて、こういう感じで近くを見るやつですね。すごい、ここがキッチョンさんのアトリエですね。今やっと長らくかかった荷物を受け取りさせていただきました。引きだったらいいかな、これですね。こんな感じです。はい、無事完了です。足立感が出てます。自分でサインして自分で置いてったっていうのにマウントしてますね。あ、そうなんだ、このキッチョンさんの作品だ。これ今そこにいますからね。うちにちょっとこれからどうやってインストールするか、この子いるんですよ。いるんですか。そうこれと5体いるんで、それをねうちにこれからインストールしたいと思ってるんですけど、香港から帰ってきたんです、この子。なるほど、いいっすね。これもよければ夜間じゃないですか。何個回るんですよ。回る夜間なんですか。やばいですね、これ。飲むと回す。お家芸がある。足立感出てますね。すごい、これ。夜間。回る夜間。へえ、面白い。ありがとうございます。すごい、これ。これ、動画には映んない方がいいですか。カットしてもいいですか。あ、どっちでもいい。あ、大丈夫ですか。あ、じゃあよろしくお願いします。申し訳ない。今受け渡し完了しました。足立感も取らせてもらいました。ありがとうございます。今脈元、脈元頭今死ね、死ね、上タン上レバー。本気でうまかったな。でも本気でうまい、板橋一番うまいかもしれないな。